ビリャスルの遠征は1720年、スペインによる軍事遠征であり、北アメリカ大陸中部のグレートプレーンズにおいて増大していたフランスの勢力を低減させるために行われた。ペドロでビリャスル中を率いる遠征隊はゲンネブラスカ州にあたる場所で、ポーニー族とオト族の軍勢に襲われ、46人が戦死した。遠征隊の生存者は、 サンタフェデヌエボメヒコへ撤退した。18世紀の初め、フランスの探検家と毛川商人はミズーリ川より西の平原に進出し始めた。1714年、エテンヌド・ベニアールはプラット川川口に到達し、ヨーロッパ人としては初とされた。ただし、他のフランス商人がすでにその一帯を訪れ、インディアンとすでに住んでいた可能性もある。 スペインは16世紀のフランシスコ・バスケス・デコロナド以降、グレート・プレーンズの領有権を主張しており、フランス勢力の増長を憂慮していた。そして、1718年には、フランスとスペイン本国の間で、四国同盟戦争が勃発した。サンタフェを基地としていた、スペインの植民地サンタフェ・デヌエボ・メヒコの総督は、ビリアスルニ平原に滞在するフランス商人を捕虜に、 するよう命じた。スペイン当局は、この遠征でフランス側の野心に関する情報を得ようとした。インディアンとの交流を持たことのないビラスルは1720年6月16日にサンタフェを経った。この時、遠征軍には開拓者部隊のクエラ兵士40人、同盟者であるプエブロ族60から70人、死災1人、スペイン商人1人、ボーニー族と敵対する。 アパッチ族のガイド12人がいた。石膏を率いる探検家のホセ・ナランホはアフリカ人とホーピ族の両親を持つ。ナランホはスペインに味方するインディアン援軍の指揮官として1714年までにプラット川の地域を3度探検した。遠征隊は北東へ進み、ゲンコロラド州、カンザス州、ネブラスカ州を通った。8月にはプラット川とループ川の近くで、 ポーニー族とおとう族と接触した。遠征隊は奴隷でポーニー族のフランシスコシスタカを利用して、辺り一帯のインディアンと交渉しようとした。8月13日、シスタカは行方不明となった。ポーニー族とおとう族の人数がだんだんと増え、その敵意も感じたため、ピリアスルはその夜にループ川とプラット川の合流点の南、ゲンネブラスカ州。 コロンバスの近くでキャンプすることにした。ボーニー族とお盗族は8月14日の夜明けに攻撃し、激しいマスケット銃と弓矢の射撃を浴びせた後、ペインティング、ヘッドバンド、モカシン、短い靴下だけで遠征隊に突撃した。遠征隊の生還者の一部は攻撃したものに、フランス人も含まれたことを記憶し、また現存する。この戦闘の絵画でもヨーロッパ人の服を着た男が、 見られる。この時間には、スペイン人の大半が就寝しており、攻撃の時間はおそらくシスタカの入れ知恵であろう。短期間の戦闘で、ビリアスルトナランホを含む、スペイン人36人、プエブロ族の石膏10人、フランス人通訳ジャンラルシュビックが殺害された。プエブロ族のキャンプは、スペイン人のそれとは近くにあったが別にあったため、 最初の攻撃の時にはターゲットではなかった。逃げられた者は遠征隊が防御の陣形を組んでいる。最中、乗馬して逃れたものだった。生還した、スペイン人とプエブロ人は9月6日にサンタフェまで帰還した。ピリアスルの遠征はそれまでのスペインによる遠征よりも東北の位置に着いたが、その失敗によりスペインはグレートプレーンズ中部における影響力を失った。 ヌエボメヒコの総督は、その後7年間、敗因を調査し、結論を出した。ゲミリの異州一帯にいる、フランス人は10月に、戦闘のことを知り、狂気したが、その後のフランスの遠征でも、同地域でのフランスの貿易と影響力を、確立することができなかった。ありがとうございます。